自己紹介してください。はじめまして。私の名前はブルソルです。21歳です。家族は3人です。父と母と私です。趣味はサッカーをすることです。ブルーに住んでいます。ネパール人です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい。はい、ちょっと聞きますけれども、K+2 をいつ卒業しましたか？1000円以上だったら書いて、それより多く
ですけど、始末書を書いてちょっと怒られるみたいな。でお金は払わなくていいですけど、はい。一般は多分払わないといけないのと、ちょっと気にし、払わないといけないのが気にしないとね。それが 1万だったら1万払うんですかね。そうです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ日本で何を勉強したいですか。経済を勉強したいです。タイです。今度はまたタイですよね。タイとペリマスがね、コンフィールですね。先生、ここにサラです。まあ、でも今日の勉強はしていますと、タイは違う、ていますは今、タイはフューチャーというのね、今日2回ミスしたから覚えてくださいね。どの前で、この経済ね、どうして日本で経済を勉強したいですか。日本の、まあ、いかに日本、日本の勉強がいいし、日本の文化がいいし、そして日本のテクノロジーいいです。日本の先生いいですから。でもどうして経済ですか。経済やね。だから高校でアカウントの一部が経済だから、将来アカウントの仕事でやりたい時もどなくても経済が一番大事だと思って経済選びます。将来どんな仕事をしたいですか。もうね、ジャパンでどん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 エカムテンコカムアニアニムドハイサディハイケーサーアニマスティポディガヤメンザルムテンタイタカイヨI'm going to go to the next one.
と数年の先生研修所が取ってしまえて、沖縄にブランは演奏だから、オートマティックセンター先生と最初のアルペサーとで先生が、はい。気をつけよう、英語言われてしまうね。はい、先生。嬉しいんです。どうぞ、はい。はい、先生。はい、わかりました。では、ありがとうございますよ。じゃあ、海と山とどちらが好きですか？海と好きです。海と好きです、先生。ありがとうございます。はい、私の質問は以上ですが、何か聞きたいことがありますか？いいえ、ありません、先生。はい、じゃあ